現在主婦業に専念していらっしゃる下村さんは、10年くらい前は関西の方に住んでおられ、税理事務所のパートをしていたという。その事務所は税理士の先生も女性でまだ若く、下村さんらパートを含めた5人で仕事を回していた。小規模ながら顧客はそこそこ多く、当時一生独身を貫く心意気だった下村さんは、先生の下で勉強していつかは私も税理士にと意欲を燃やしていた。一方、頑張る時には真剣だが、全員が割とフランクな性格の女性ばかりだったこともあり、休み時間はかなり砕けた雰囲気で、休日にみんなで遊びに行くなどということもある楽しい職場だったという。そんな某日、うららか日和のお昼時のことであった。今日はええ天気やし、みんなで喫茶でもしようかと先生が提案したので、下村さんたちは全員で仕事場近くのオープンカフェに繰り出し、ぺちゃくちゃおしゃべりしながら楽しいコーヒータイムを過ごしていた。忙殺の日々が一段落した時期だったこともあり、ご褒美の意味もあったのだろうと、当時を振り返って下村さんは言う。本当にみんな仲が良かったんです。関西人特有のノリの良さみたいなのが全員全開って感じで。リアル漫才のような軽快なやりとりを絶え間なくやっているうち、あっと一人の女の子が何か思い出したような声を出した。パート仲間で一番年下の美咲ちゃんという20代初めの子である。どないしよう、事務所に忘れ物です。せっかくの昼休みなのにと言いたそうな顔。ええやないの、何忘れ物って、と尋ねると、返ってきた答えは、携帯。なるほど。年頃の女の子なら、一時も携帯を手放したくないという心理はわかる。うち、ちょっと取ってきます。カフェから事務所までは徒歩5分程度だ。往復10分。まあ、なんてこともない。と、その時、事務所に忘れ物という言葉を反芻し、下村さんは一つ気になることを思い出してしまった。休み時間の間際、ふうと一息つくついでにペットボトル入りのミネラルウォーターを少し飲んできたのだが、その蓋、きちんと閉めたっけという些細な不安だ。あ、美咲ちゃん、事務所を行くんやったら、私のデスクも見てきてくれへん？ペットの水の蓋し忘れたような気がしてるんよ。わかりましたと笑顔の答えが返ってきた。気をつけてな、車と喧嘩したらあかんで、とみんなに見送られ、美咲ちゃんはパタパタと年齢よりはるかに幼い足取りで事務所の方へ走っていった。あの子、可愛いけどちょっと心配な子やさかいな。そうそう、悪い子やないけど。まあ、仕事の飲み込みは早いから問題ないやろ。色の白いは七難隠すや。意外とあんな天然さんがいいお嫁になるで。美咲ちゃんを魚にしてしばらく談笑していた時だった。彼女が忘れ物を取りに戻って5、6分くらい経った頃、プルルルルル、不意に下村さんの携帯が鳴った。表示を見てみると、九段の美咲ちゃんからである。なんだろう、出てみる。もしもし。あ、下村さん？なんやこれ、下村さんのデスク、何なんですか？はっと思わず聞き返した。こんな、何ですの？美咲ちゃんは狼狽したような声で繰り返す。こんないっぱいお刺身、デスクからはみ出てますやんか。
お刺身がどうしたの？何があったの？と声を荒げても、美咲ちゃんは聞く耳を持たない。洋さんのお刺身ですわ。お水とか蓋とか、そういう問題やないですわ。赤に白に茶色もあります。一方的にそんな意味不明の言葉を繰り続ける。下村さん、これお魚の身ちゃうわ。困った。何か怖い。どうしましょう。美咲ちゃんが変ですと下村さんは先生に訴えた。あの子は元からちょっと変やろと誰かが茶化したが、あまりに真剣な下村さんの剣幕を見て一種の緊張が場に走った。たくさんのお刺身が私のデスクに乗ってるとか言うてますけど。お刺身？それを聞いて先生もけげんそうに首をかしげた。がすぐにはっと何か大変なことに思い当たったような表情になり、下村さん貸して。ほとんどひったくるように下村さんから携帯を取り上げ耳に当てると、美咲ちゃん、もうええから戻ってきなさい。それはお刺身と違う。しばらくなんだかんだというやりとりが交わされた。が事態は思わしくない方向へ向かっているらしかった。先生はあかんと一声通話を切ってパート一同を見回し、みんな事務所に戻るで、美咲ちゃんが大変、叫ぶように言った。下村さんは完全に冷静さを失った先生を初めて見た。息も切れんばかりの勢いで事務所まで走って戻ると、なぜか美咲ちゃんは先生のデスクにどっかりと腰を下ろし放心していた。美咲ちゃん、どないしたの？と見ながら声をかけられても、お刺身ようさんようさん、動いてた、元気や。と呆然とした表情で繰り返すだけ。ごめんね美咲ちゃん、ごめんねごめんね。先生は泣きながらそんな彼女にすがりついた。皆その光景を肩で息をしながら見つめていた。下村さんは恐る恐る自分のデスクの方へ視線を向けてみた。大量のお刺身などどこにもなく、ペットボトルにもしっかりと蓋がされていた。翌日、美咲ちゃんは仕事を辞めた。どんな経緯があったのかパートさんたちには知らされなかったが、もうあの子会話が成立せえへんと意気消沈した様子で先生が語っていた。それだけで何かもう十分だった。みんな堪忍な。最近の忙しさはちょっと異常やったもんな。美咲ちゃんなんか頑張りやったさかい、無理してストレス溜め込んで心を病んでもうたみたい。ご家族にも謝りに行くと先生は目に涙をためながら言った。みんなもこのショッキングな展開にあふれる涙を隠しきれない風だったという。だが下村さんは確かに聞いた。電話越しに先生が言った洋さんのお刺身の正体について何か知っているようなセリフ。そして美咲ちゃんが辞めた日の仕事終わり、一人デスクに座って大きなため息を吐き出した先生が、その後ふと口にした一言。あの子にはあれがお刺身に見えてんか。やっぱ変わってるわ。翌日、下村さんも事務所を辞めた。